皆さんこんにちは。2015年の開運風水を始めます。まず私のプロフィールから話したいと思います。私は斉藤仁と申しまして、秋田県の県南の宇後町というところにおります。横手焼きそばで有名なところの近くです。西もないっていう棒取りが盛んなところです。夏にも3日間行われております。私の経歴ですけれども、駒沢大学を出まして大和リース大和ハウスグループの会社におりました。現在は本間工研株式会社で、壁机などホワイトボード化する特殊な塗料を使った工事を行っております。私の風水歴なんですけれども、2000年約15年ぐらい前ですが、風水探偵団というホームページを公開して活動しております。著作としてはミスター龍という名前で、何冊か出させていただいてます。風水の雑誌関連でも著名なところの風水の記事を書いたりしています。さて、世界で活躍する風水師ということで、実際風水は世界的に盛んでして、国際風水会議というものもあったりします。その中では世界的な有名な著名な方々が集まって会議を行っております。私の方ですけれども、2008年に元空無常派という講座を開催しまして、そちらの研究にもなっております。現在先生はマレーシアに住んでいる方です。